じる。カノノシはこの奥だよ。とうとう恩返しができそうだな。あんた、それ言いたいだけでしょ。おく、とうとうバレたか。わからいでか。どいつもこいつも他人の都合で動くやつじゃあるまい。否定はしません。自分の舵は自分で取る。それが僕たちの流儀だ。待たせたのう、同志殿。最下の剣士ご一行の到着じゃ。最強の剣士、斬るのが楽しみだ。俺たちに喧嘩を売った落とし前、つけさせてもらうぞ。アルトリウス様、私は自分の意志に従ってあなたを止めます。私の剣には人々の理想と希望が宿っている。断りから外れた意志で砕けるもの。あなたの剣は強いよ。けど、僕たちと同じ、ただの剣だ。試してみる。お前自身の体で。君に殴られて以来、胸の奥がモヤモヤするんだ。これって何なのかな。わからないならまた殴ってあげるよ。きっと君を食べたらすっきりするね。アーサー兄さん、なぜ鳥は空を飛ぶのか、答えが分かったわ。鳥はね、飛びたいから空を飛ぶの。理由なんてなくても、翼が折れて死ぬかもしれなくても、人のためなんかじゃない、誰かに命令されたからでもない。鳥はただ自分が飛びたいから空を飛ぶんだ。そんなものがお前の答えか。そう、それが私よ。お前は昔からそうだ。その愚かさこそがゴーマを生み、世界に悲劇をもたらす元凶なのだ。だったら退治してみせろ、同志アルトリウス。もとよりそのつもりだ。Hush!
刻混ざる。今フィニッシュを断ち切る。この前のお返しをするからね。行くわよフィ、僕も飛ぶよ。ヘルメットと一緒に。ケルン回れ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 。人たちとは言わん。全身を火の洞窟を刻め。難攻漏洩陣たちとは言わん。全身の火の洞窟を刻め。断行漏洩陣。わしとしたことが遅いよ。ふっ、へい、戻ろう。全てを沈める。こいつはどうだ。撃たない。消え冷却水蛇行。そこだ。世界の痛みも汚れも、これが最善の断りなんだ。沈まれ。こんなところ。繋ぎ呪しを上げろ。カン！ 動かない！ 食らいつく！ 炎が超越！ 魔王！
界の痛みも汚れも、これが最善の断りなんだ。沈まれ、全てを沈める。人たちとは言わん、全身に死の洞窟を刻め、断固漏洩陣、すべてを沈める。原因はあいつだ。お前が邪魔なんだ。どいてよ、お姉ちゃん。いやよ。僕の櫛を。それはラフィーがくれた櫛よ、聖主カノヌシ。そっか、僕はカノヌシで、あなたは最下の剣士だったね。お腹が空いたよ、アルトリウス。お腹が空っぽで、胸が空っぽで、体が空っぽで、僕は苦しい、苦しいよ。どうやらお前から絶望を食らうことはできないようだな。ならば鳥は飛ばなければならない。強き翼を持つゆえ、人は沈めなければならない。
深き業を持つゆえ、汚れも悲劇も争いも怒りも涙も愛さえも今すべてを鎮めよう。我が羽ばたきで人にふさわしい静寂を、かの主よ、私の絶望を喰らうがいい。完全なカムイの力で。こいつ、これほどの絶望をずっと抑え込んでたっていうのか。一つ間違えば一瞬でごまかじゃぞ。これがアルトリウス様の意志の力。同時に本性よ。なあ、なおさら負けたくない。こんな絶望なんだに。オーラン超スキエリング、ヨンドフ封じ、いきなりオーラン、はい、キエリング、いきなり豪華ケイラン、好きにさせる。我に対抗せよ、シオン。剣
剣波動絶風二度刻み無極幻影章
極かげろう。光よ、リン。無極かげろう。随者と無極グリーンショット。射線光を忘れ失踪した。無極勝利勝利勝利無極幻影勝利。もうさせない。絶望よ天下の絶望。無極幻影無極幻影成長したな。決着をつけよう、最下の剣士。どうし！私はあんたを！この憎しみを食らう！無駄だ！無駄だ！諦めろ。私は世界の痛みを止めねばならんのだ。戦艦さらった。英雄のセリフだな。あの日、兄さんがかけてくれた言葉よ。開門の日のか。ベルベット、あの日からの朝は嘘なんだよ。俺はずっと思っていたんだ。死んだのがセリカたちでなく、お前たちだったらよかったのに、と。私もそう思う。もしそうだったら、きっと兄さんは私たちのために世界を救ってくれたもの。ああ、救いたかった。悔しい。ああ、さようなら。終わったな。お腹すいた、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 お腹すいた。いいや、まだじゃぞ。お腹すいた、お腹すいた、お腹がすいた。制御する奴がいない。やばいぞ。どういう今ならまだ殺せる。待って、私がやる。
く我慢したんだ。怖いのも痛いのも。知ってるわ、苦い薬だって飲んだし、したいことも食べたいものも我慢した。なのになんで邪魔するの。嫌いだ、お姉ちゃんなんて。頑張ったね。もう我慢しなくていいよ。一緒に眠ろう、ラフィ。ベルベット、何を。そうか、ベルベットは永遠に己を食わせ、カノヌシを喰らい続けるつもりなんじゃ。互いを喰らい合う無限の矛盾と化せば、生きたままカノヌシを封印できると考えたんじゃな。ダメだよそんなの。カノヌシを殺せば、その一部の私もフィーも死ぬ。私は自業自得。でもフィーは。僕もいいよ、ベルベットと一緒なら死ぬのなんか怖く。ええ、死になさい。食べて、生きて、したいことを全部やった後に。本当に勝手よね。私はわがままで醜い人間。けど、あんたはそんな私を救ってくれた。まっすぐな、優しい力で。違うよ。ベルベットこそ、僕を。ねえ、あんたも見てきたよね。人間はいつも必死で、だから間違ってしまう生き物なの。兄さんでさえ。だからお願い、あんたは生きて、私がめちゃくちゃにした世界を、私みたいな弱い人間を、どうか助けてあげて。これが私の最後のわがままよ。そんなのずるいよ。本当にごめんね。いいよ、許してあげる。僕はベルベットが好きだから。ありがとう、私もよ。毒欲で聖書を封じるか。とんでもない人間がいるものだ。落ち着け、こいつらは四聖書だ。今頃お出ましとは他人事じゃの。そうでもない。カノヌシが欠けてしまっては、我らの力の均衡は崩れる。治水火風が激しくぶつかり合い、世界は数万年間再構築されることになる。そんな。破滅を防ぐには代わりの聖子が必要だ。力と意志を兼ね備えた精霊がな。
なるよ。僕が代わりに。待って、ライフセット、そんな簡単に。聞いてやろうぜ。貴様はカノヌシの一部だ。力に不足はない。だが問題は意志だ。汝はこの世界に何を望み、何をもたらす。僕はこの世界にもたらしたい。心を溢れさせてしまった人がやり直せる明日を。どこまでも飛ぼうとする人たちが翼を休められる時を。強くて弱い人間が、怖くて優しい人間たちが、いつか空の彼方にたどり着けるように。やってみるがいい、新たな聖主よ。地上に戻った。あ、光のドラゴン。やれやれ、ベルベット譲りの無茶じゃの。ライフセットや。ライフセットなのですか。でもなぜ。それが聖主の姿、そしてお前の覚悟の証なんだ。制約？うん。怖い？エレノア。いいえ、男ぶりが上がりましたよ。さっきの炎がお前の聖主としての力か。あれでなくなったのかよ、ゴーマも汚れも全部。いや、俺はゴーマのままだ。白銀の炎は溢れた汚れを払ってゴーマを人間に戻すことができる。でも心を変える力じゃないから。やり直す可能性を与えるだけなのですね。すまん、俺の業は深すぎるんだな。いいんだよ、それが六郎なんだから。優しいな、お前は。やれやれ、大魔種はほとんど消え、人の業は混沌のままということか。先はなかなか困難そうじゃな。そうだね。でも未来を願い思う。人の祈りも消えないよ。言うな。精霊に意志が戻った。お前の理想に力を貸す者たちも出るだろう。私も人々に伝えます。世界に聖主ライフセットの加護があること。その名前はちょっとこの姿には似合わないと思うから。ベルベットがくれた名前ですものね。じゃあなんて呼べばいい。
エレノアがつけてくれたマナで呼んで、生きるもの、ライフセットを古代語にした僕のマナは。
わりではなく混沌の始まり。人は果てしなく戦い続ける。あの人たちのように。あなたを目指して羽ばたき続ける。あの人たちのように。笑顔と同じだけ涙を流し、君と同じだけの愛を抱きしめながら、世界はとても残酷で、行くぞ。未来がどうなるかは神様にだってわからない。信じるよ、ベルベット。強くて弱い人間たちを、怖くて優しい人間たちを。だからいつかあなたの願いが叶う、その日まで心に強く強く炎を燃やして。僕は今を生きる。